渡辺プロの一手の中で、いわゆる刺激ウエスタンカーニバルとか、ザ・タイガース、ワイルドワンズなどを手掛けてきた、もうものづくりとしては、業界では屈指の方です。その事務所の経営が立ち行かなくなった理由って何なの？あの、今舞台、こう、ちょっと人がなかなか入らないというケースがあるんですけれども、はい、まあ、その中で値段の設定が少しこう上がったりするケースがあって、それで客足がさらに鈍るという、こう、ちょっと負のスパイラルを起こしがちにはなってますよね。あの、松尾さんもね、舞台やってらっしゃいますけど、やっぱり舞台ってなかなか難しいですか？そうですね、まあ、僕らちょっと小規模のところでやるときにはね、いっぱいになりますけど、先週、あの、僕の芝居の千秋楽に、たまたま本当に飛び込みみたいな感じで尾藤さんを見に来てくださったんですよ。僕はお元気そうでよかったなと思ってたんですけどね。尾藤さんはじめ所属タレントの方々どうされるんですかね？今回は本当にあの、最近あの、夜逃げする社長が言って、なんか佐藤珠緒さんとか、大西優香さんがテレビで合格したりしてますけれども、やはり今回破産の手続ききちんとしてますから、でまたあのそういった渡辺プロの1期生で顔がとても広い方なので、あの池田塾って言われてるみたいな話を育ててます。ただ他の事務所に移籍されるという可能性で、その手続きはすごくしっかりされるから。ただ木下さんは設立者であるということなんで、木下さんはどうされるかちょっと分かんないですね。ま、そうですね、あのそちら個人保証で名が入っている可能性があるかもしれない。破産手続きっていうのはその苦渋の選択だったかもしれませんね。はい、続いてはこちらです。まさに最近ですね。ハイパーメディアクリエイター高城剛氏との正式な離婚発表から1ヶ月余り、淡路エリカさんに早くも熱愛報道。なんとエリカ様の荒の姿がキャッチされたというのだ。実際激写されたエリカ様の衝撃の姿とは、そしてそのお相手とは。前の皆さん、つむじチェックしませんか？階段やバスの座席などつむじ回りって意外と見られているんです。それでは中田さんと一緒につむじチェックしてみましょう。